イスとも、いちごと申します。私、現在、それが2004、マピー2997と思うことで、私、人生初のアビさんを作ります。もう、消えました。まあ、理由としましては、秘密ステアップだから、やるなら今かなと思うことで、はい。こちらですね。リンガーつって、はい、ケットシーの秘密、アビさんを作ります。もう、2位まで終わってます。そして、残り19分なんで、もう、終わらせて、アビさんと。来ましたね。ちょ、一旦パースの防御の上げといて。さあ、来ました、ゲットした、アビさん。まあ、ステータスは底力が1回ずつかな。で、団子も全然触れてない。あ、言うても7回ずつまで振ってるんだ。団子777で、底力が111かな。D1 もなし、スケール11もなし、なんですが、まあ、ステアップもしてることだし、なんかワンチャン、考えてくれるんじゃないかっていう。俺これ人生初のアビさんなんだよね、ケットシー。超楽しみなんだけど。でも一応サーブはまあフォア側で、で、問題なのがね、ちょっと大型なんだよね、さすがに。そうなんですよ、ちょっと大型なんですけど、いやーまあ、ちょっと、今現状、座ってるのが上から、パピヨン、サタン、ヒュドラ、で、サイガ、ブルガ、ロボガ、ね、このガール5体と、ピクシーだけなんですよ。で、さすがにちょっとね、まだ3分の1かな ?3 分の1ぐらいしか育ってなくて、ちょっと運ゲーになっちゃうんで、一旦、ケットシーの補欠解除で、どうせリーダー使うんで。で、リザも出します、もう。別に移転いいんで。で、ワンチャンウルフも出していいな。って思ってるんですけど、まあ、一応これで。で、まあ、こう。で、これで補欠が2余るんで、まあ、ちょっとでも大型をね。ちょっとでもす。まあ、悪縁とかレベル12だし。まあ、迎撃大型。やばすぎるな、でも。これがレベル1使えないじゃん。レドラも使いたくない。レドラもちょっと嫌だ。え、マシか?いや、でもダメだな。他なんだろうな。ブルドラも使いたくないな。はい。こんなもんかな。迎撃大型は使えないことはないんで。まあ、ポセイ。リリス。リリス一応出しとくか。最悪リリスの方が、まだ回えると思うんで。このブルドラよりかは。こんなもんかな。本当に?なんか体力振ってあるリリス。いや、ま、こんなもんでいけるかなぁ。いや、いけないとは思うんですけど。まあ、そうですね。30フルを引けるか、フード大型を引くか、みたいな、そういうお話になってきますね、もう。レドラちょっと振ってんの?おもろいな、さ。まあ、頑張りますわ。さあ、人生初アビさん、出陣します。さあ、問題はマジで大型が入るかどうか。来ました、行きます。はえー、即決。いや、クラが30フルなんで、まあ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 と。札も豪快パース、ラビット、足もいる、完璧、いける。いやー、光ってるわ、アイコンが。マジか。ケットシー5体出せんだ。そっかー。で、確か射程が伸びるんですよ。どんだけ伸びてんだろ、射程。さあ、マミーで、一旦パース流しますと。でも流れて豪快じゃいきますと。ああ、いるな。タートル。さあ、なるほど。プリン、タートル、レードラブルード。ん?プリン、タートル、レードラブルード？アビさんついてるよ、俺のケットシール。こうでしょ?射程が長い気がする。ちょっとわかんねえ。あ、長い射程。あ、強い。で、砦裏から、こうブルード箱にしてもらうと。よえー、ケットシー。縛られてる。ちょ、上のケットシー。あー。あー、クラが言っといて。なんだそれ。さあ、レードラさん。そのレードラを箱にできたらでっかいけど。あ、長えわ。あ、飛ばしてるわ、キャラが。
ケトシ、ケトシお前可愛いな。おお、死んじゃった。え、レドがやれるかな？やれなかったか。で、上も、下も箱にしてくれるでしょ、プリンセスのこと。強い。触らしたくないんで。ちょっと上、もうこれで。さあ、爆弾で？死なねえ！プリンセスもマミも。スキル11があったら話変わってたんだろうな。相手これさ。いや、タートルフォックス？いや、違うか。さあ、決闘士。いい、おー、強い！大型は相手でか。ケトシ？お前もうちょっと、頑張れたり。頑張った。一番偉い、お前が。さあ、ドローです。え、射程、伸びていくけど、てか、アビさんってだけでなんかもう興奮が止まんねえわ。てか、あれか。ケトシ。おお！ほぼ完璧。ケトシこれ、ステアップして、これか。ステアップしてて、これね。この強さね。いや、まあまあ、別に、何も別に悪いとは思ってませんよ。ステアップ、うん。いや、ちょっと。まあ、実は以前に、ね、なんだっけ、情報も入ってて、なんか、あれが、強くなったんですよ。ちょっと。びっくりしてる。剣士が出なくて。相手これ、リザーきつい読みなんだけど。さあ、メタドラさんなんで、まあ別に。ちょ、メタドラの、お、強い！え、それ、その弾ずるい！ケッチ死んじゃう！ね、もう。ちょ、死んでくんねえかないけど。さあ、箱にしていくと。いやー、そう、ツンツンしないで箱を一生懸命。ここにしたのに。でもなんか、死んでるわ、蜂が。ベビービーって。いや、まあ、コロワー読んで大型いっていいんだよな。全然。ピクシーから行こうかな。一旦これでツンツンだけしとけ。この起動法、波動法が終わったら。さあ、ヴィーナス。ああ、いいタイミング。もうリザいねえや。さあ、ドローです。非常にドローの方向です。ほら。こう、箱にしてもらって、全員。で、箱にしてもらって。勝てないよん。ケットシー流しですよ、まず。ケットシー流しによって、こう、ケットシーワンパン入るんですよ、実は。ゴブリンいるわ、やば。いや、時間的に守りきれるはず。え、嘘でしょ。あ、負けたわ。いや、ゴブリンいたんだ。果敢に攻めちゃダメだったの。負けか。何リーダーだったんだろう、相手。いた？パワス、ベビー、キラービー、ゴブリン、ヴィーナス、メカドラ、うん。いやー、どうしたもんかな。あ、これが、久々じゃないですか。てか、大型ちゃんと入れば。いいね。さあ、ゴーレムガールさん、お久しぶりでございます、マジで。これがね、結構頑張って、底力も、団子を振ったキャラなんで。相当の活躍を見せてくれると思うんですけど。この船いいな。安定感ある。んでだよ！ちょ、バチンだけ破壊しとこうかな。剣士が死ぬのいたたまれないんで。いやー、これでもさ、どうすっぺかな、フランケン。重いんだよね。やべ、ベビーとか来たな。ちょ、少しフランケン箱にできないんですけど。射程ミスってるわ、ケットシーン。ケッチ頑張れ！お前ならフランケンをやる！
なんで死んだ？リスの爆弾か。ケットシーがちょっと強いんじゃないの？ゲトラボー、ちょ怖いんで一旦リス出して、多分へそくりで回収。おお、そっちね。はいはい、まあ、ラビット隠せてるのでかいな。いやお前ラビットでしか止まらない。まさかとかこう流しちゃったりしちゃってね。相手これどうす。さあ、サイクロガールした。じゃあ、ゴレガを、直出し。気合のゴレガね、これ。破滅的なゴレガ。いいのかい。ミノの、どうやって止めたらいいのか。なんか、レギュラーもいるんだよね。さりげなく。止まらない読みでいっぱい出すしかないんだけど。あ、ちびクロもいるんだ。いやー負けそう。別に負けはしないけど、なんかこの怖いってかよ。ドローです。ケットシー。頑張りましょう、頑張りましょう。はい。ミノがね、ちょっと相性が良くなったね。ゴレガと。いや、ケットシーで勝ちてー。やばい、バホメットマジでまずい。ベラダラ、やばい。ピクシー、なんかすごいね。いや、ピクシーが入ってくれる分にはめちゃくちゃいいんですけど。なんだよ、ケットシーフォアが。そもそも何この札。さあ、所定ゴブリン。ゴブリン実はね、別にあれできるんで、箱に。ここでゴブリン箱にしてもらって、あさあ、エルフ、ヘジホまずいな。ゲームゴブリンもケットシュで箱にしちゃいましょう。お前エルフ UFO 系。アリファ、ウルガ。マジマクロス逃げんな。そう、さすがにゴブリンやれんだろ。やっぱね、ゴブリンやれなかったら、ちょ、ゲットシュ上に攻撃してほしかったんですけど、俺が下手くそでミスっちゃいました。ちょ、足もいねえしさ、エルフ UFO 出してさ、何もできないんだよね、こっから。出番ですね、お見せしましょう。ぶねー、浮かされたと思った今ゴブリン。いや、ヘッチマジ置いた、そら置いた。ケッチケッチケッチ、あー偉い。射程伸びてるんだ、エルフリーダーだと。なんとか、なんともできねえだろこの札。でもね、ヘッジ生き返るんだよね。死んだわ、ラッキー。ちょっともう男気のフォアが行くしかないんだけど。フォアガさん潰れてます。いや、無事な。ちょっとわかんねえよ、俺。でも干渉だしな、てか。エルフユーフォがずりーわ。何もできなかった。取り取れなかった時点でもう負けだったな、俺。打開できねえわ。さあ、大型、バルまずい。バホメットまずい。なんか血メタ入ってない？おい、なんで？お補欠に入れたはずなんだけど。お天狗待って、まずい。佐田川30振りにしたかな、確か。なんか、ボックスぐちゃぐちゃ。ボックス崩壊してるんだけど、なんか俺、設定されてねえわ、うまく。ちょ、札は強いんだけど、ちょっと足、いないのね、ちょっと、緊張ですね。
まあちょっと大砲で小競り合うことになるんですけど、取れるはず。ああなんで、強い。さあちびほは最近情報来ました。ちびほってそんな体育あったっけ。これさ、サタガとホワがどっち行くっていう話なんですけど、サタガ行ってみる。タイミング悪い。あ、ガッチャンコ偉い。初手ガッチャンコして、初手ガッチャン、あ、ガッチャンコが偉いな。え、強くね、サタガ。これ30フルだよ、ちなみに。あー、カエルさんは、よかろう。そう、これがあるんで、もうゴリゴリ、もう圧かけていきましょう。チーンつって、チーンってしてもらって、ベビーフォックスが、ダメだ、杖。さて、私流していきましょう、もう。なんかワンパン入るんちゃうんけ、みたいな。そんな勢いで。いカエルさんまじいな。ゲットシ偉いな。射程伸びての強。頑張れ、ゲットシ。お前の射程なら、すべてを無に着せる。頑張れ、頑張れ、頑張れ、ゲットシ。お前がワンパン入れるんだ、ゲットシ。お前がチョンテ。お前がそうだ、ワンパン入れるんだ。オッケーです。で、後ろの二次カエルがちょっと怖いんで、ここだけ。何言ってんの俺、剣士。違う。あー、ラッキー。いいっすね。ゲットシー。強い。うん。いや、そっか、一気に俺がしんどかったカエルとか見れんのかな。なんでですか。今、私、強火1900ちょいです。なんでですか。さあ、なんか正面張れる系の型。サタン30フルだけどさ。俺怖えんだよな、サタン。いや、でも行くしかねえわ。ちょっとこの札厄介だな。ちょ、リザットケットシーっていうさ、育ってないキャラたちがさ、いや、サタンも育ってない。サタンマジ俺弱いと思ってるから、本当に。じゃあなんで30フルにしたのっていう話なんですけど、その時は強いと思ってました。いや、リザも金バッチねえとな。さあ、カマさん、いいね。ケットシーのこの箱の土台にできるやつ来ました。何が起きてるのかな、これ。アラレちゃんが強いんだ。カマさんを、さあ、カエル。いいっすよ、別に。まあ、死なね、これで。死なねえんか。え、なんで？俺が、さあ取りでは取り返しましたが、金バッジのあの彼が強い。サタン、サタンでこっち組んで、いや頑張ってんな。ゲットし、だいぶ。バカ！いや、これはこっち来ちゃうんだよな。なんでですかい？あー、負け濃厚なんで。ちょっとよくわかんねえな、俺このゲーム。サタンが、終わってた。俺の。俺のサタンが人生終了してたんで、しょうがないっすね、俺は。なんか上からバサガ3体とか行ってみる。ワンチャン取りで向かってくれたらラッキーだけど。あ、全力防衛されました。いや、負けだね。勝てねえな。ちょっとちょうどいい感じに負けれたんで、で、着せて帰りたいな。
いやー、これいくつ割れんだろう。うわ、全然ねえわ。手強ってこんな気分なんだね。さあ、てなわけで、1952。いや、もうなんか、うん。もう、うんって感じです。はい。ゲットし、キャラ数いくつ？一回しか勝ってない気がするんだけど、なんか。470。一応ランクインはしてんだ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でーす。